こんにちは、横たけしです。ですね、僕は、いろんなことを考えて、最近いろんなアイディアが浮かんでくるんですけど、ちょっとワンピースごっこみたいな遊びをしていってもいいなと思いました。これは趣味の一環っていうか、運動、どういうのかな、ボランティアの一環みたいな感じなんですけど、何が言いたいかっていうと、ワンピースって漫画があるじゃないですか。それでルフィがいて、ルフィがすごい輝いてるから、やっぱりいろんな仲間が集まってきて、今9人仲間がいるんですけど、その9人が一人一人がそれぞれ役割をしてるじゃないですか。例えば、航海士だったり、料理を作ったり、お医者さんだったり、音楽を演奏したり、剣士だったり、いろいろいると思うんですけど、そういうような、人たちを、自分が作っていくと、自分がルフィになって、自分も何かの役割をしていくと、海賊王になるというような感じですよね。それをやっていって、そしたら自分が輝いたら、自分の役割を演じたらですね、人が寄ってくるので、そこでどんどんそういうの、もうすでにいると思うんです。いる人もいると思うんですけど、そういう仲間を集めていくと、そういうような、それで10人、集めていくっていうゲームをしていっても面白いかなと思う。もうなんか気楽にね、これからの時代だからこそ、そういうゲームをしていけばいいのかなと思いました。だから、なんていうのかな、ワンピースごっこみたいなことをこれから始めていこうかなと。いっぺんにいろんなこと喋りたいことがありすぎるんで、喋りたいんですけど、ちょっとこの短い間には全部は喋りきれないんで、少しずつどういうことをしていきたいかというようなことをお話できたらいいなと思いました。で、ワンピースを見たことがない人は絶対に見ていただきたいですし、どういうかな、やっぱり、人と人とのつながりがないと幸せになれないと思うんですね。例えばすんごいお金持ってたとして、で離れ小島で一人で暮らしてて、インターネットでいろんなものを取り寄せたとしても面白くないじゃないですか。ベンツ乗ってても、家をすごい豪邸建てても。それは何でかっていうと、やっぱり幸せには絶対に人と人とのつながり、心のつながりっていうのが大切だっていうことが証明されたと思うんですね。だからこそ、そういうような仲間を作ると、そういうところに焦点を当てた何か遊びっていうか、運動っていうか、そういうものを作っていけたらいいなと思いまして、まず最初にですね、今日お話しさせていただきました。これから少しずつお話していきますので、ぜひ、興味がある方は、またサイトもね、そのサイトももうちょっとしたら作りますので、楽しみにしていただければなと思います。以上です。ありがとうございます。